政府が今の国会に提出する予定の入管難民法改正案に反対するデモが関東弁護士会連合会主催で行われ参加者たちがシュプレヒコールを挙げながら行進しました。日本政府は 入管法の改正案は難民申請中は送還されないという現行のルールを制限するもので、一昨年廃案になりましたが、今の国会で再提出される予定です。デモの参加者は、法改正は難民を強制送還させ、迫害に直面させる恐れがあるなどとして、改正案の見通し見直しなどを求めています。